あ、すげえでけえな、ここのパーキング。超でかいんだけど。はい、ワード2。ちょっとカメラの関係で枠取り直しました。パーキングエリア、すごいでかいね。ここ有名なのかな？エビナパーキングって。みんな知ってる？エビナ。初めて来たかもしんない。すごいよ。ショッピングモールみたいになってる。はい、レクチー。お疲れ様です。いい、行こうぜ。すごいでかい。はい、ワド2、ゆきんこいらっしゃい。31とかあるんだ。すっごいでかいパーキング。100円で肉まん。すごいね。あ、ここ一番でかいんだ、海老名って。あ、有名なんだ。すごいね。俺とどっちが有名なの？エビナとワドウで言ったらどっちが有名？じゃあエビナ取材。うわ、すげえすげえ。すごい、うまそう。やばいね。超やばいんだけど、屋台みたいになってる、ほら。すげえ並んでる。うん、すごいよ、ほら。じゃあ行ってみようか。なにこれ、うまそう。ソフトクリーム、31とさ、ソフトクリームが被ってる。すごいよね。サービスエリアっていうの？うお、なんだ、アンチかと思った。アンチかなと思った。サービスエリア、あ、すごいね、超でかいね、うん、人がすごいよ。こんなでかいサービスエリアあるんだね。土産物見てみようかな。え、これ24時間やってんのかな。どうなんだろうね。やってるんだったら帰りも寄れんのか。みんな来たことある？エビだ。すげえ混んでる。なんかおすすめある？みんな。すごい人。なんか買おうかな。海鮮串焼きとかめっちゃうまそうなんだけど。アンデスポークがうまいの。アンデスポークってやつがうまいの。おー、アンデスポークってどこで売ってんの？アンデスポーク見れてる？映ってる？みんな。映ってねえのかな。寒いな。なんかうまそうなもんめっちゃあるわ。海鮮丼とかもあるよ。シュガーバターの。あれ、のんたんどこ行ったんだろう。名物おいしいコーヒー。名物メロンパンかな、これ。メロンパン高っ。220円すんだ。映ってる？まゆちゃんいらっしゃい。温泉、温泉。見えてる？今サービスエリア。エビナ。すごいでかいね。ビビるわ。その辺見てみようぜ。なんかアンデスポークって、え、何？いや、何でもいいっす。アンデスポークっていうのがうまいらしいよ。アンデスポーク。アンデスポークってあるかな？そう。うわ、超うまそうなんだけど。やっば。もう。みたらし団子。やば、超うまそう。超うまそう。うわ、なにこれ？これいいんだけど。え、これやりたい。
ちょっとこれめっちゃ良くない？うわ、これ絶対やろう。これ超良くない？甲冑フィギュア。これ超欲しくない？甲冑フィギュア。コアだわ。これ、見たことないんだけど、これ熱いでしょ。これやってみたくない？みんな。武将の甲冑フィギュア、ガツさん。限定品でしょ。限定品でしょ。え、これどう？微妙？みんな。てか、ラグがすごいのかな？この、ここさ、あんまいじんないの、黒いところ。黒いところに引っかかると、カチャって抜けちゃうから、こんなにぶっ壊されてる。引きで取ってもらって、その辺から。なるほど。これを、この辺で持ってるね。こんな感じでいいよ。大丈夫？聞こえてるかな？ごめん、今あのカメラつけたらさ、電波抜けたってさ、すいません、見えてるかゼロ人のままだ。人来るまで待つ。これめっちゃ欲しいんだ。めっちゃ熱いでしょ。また余計なもん買うと来ないゼロのまま、まだ来てる。一緒やってみるわ。やろう。熱いんだ。毛利元就、徳川家康、伊達政宗、真田信繁、真田幸村。真田幸村が赤でめっちゃかっこいいんだよ、真っ赤で。いいっすね。真田幸村、赤が出たら俺の勝ち。真田幸村、島津はないのかな？島津。さあ何が出るか。毛利元就もかっこいいんだよ。いいっすね。あ、黒だ。あ、黒だから。外れ。伊達政宗か徳川家康。こい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 。誰だ。徳川。徳川家康だったわ。徳川。まあ、正直いらないわ。外れでしたね。ゴミだった。ゴミでした。違うだ。はい。外れだわ。徳川家康でした。いらなかったわ。徳川家康でした。残念。ごめんね。なんか電波悪くて。申し訳ない。まあ、外配信だから仕方ないわな。なんで俺、海老名パーキングで戦国武将ガチャやってんだろう。なんとアンデスフォークってなくない？なさそうだよね。アンデスフォークって一体何だったの？そんなもの存在しないぞ。カラカラや。うわ、サバ寿司あるわ。名古屋わかんない。なんかコメントであったんだよね、さっき。アンデスフォークがどうこうのみたいな。いや、楽しいね。久々の息抜きだよ。超楽しいんだけど。あれ、どこの前で集合って言ってたっけ？向こうの方のトイレ。行ってみるか、もう。なんか買う？いや、全然あ、そう。じゃあ合流しよう。シューマイ6個1000円。すげえな。すごいね。これ日本最大なんだ。エビナ。うん。って言われた、さっきリスナーさんが日本で一番でかいのエビナだよって言われた。セブンイレブンでパンなんか買わないでここで食えばよかったな。確かに。うん。ね、1本700円牛タン。すげえな。すごい。でもこのパーキングはいいよね。うん、楽しくなる。祭り感があるよね。祭り感があるけど。なんかでも1個ぐらい、あ、肉巻きおにぎりあるんだ。牛タン。500円。なんで牛タンなんだろう。牛タンゆかりあんの、なんか。なんだろうね。海老名名物牛タン。肉まん100円。肉まんあんま好きじゃないんだよな、俺。私四国だから、あの、まゆみとは違うからな。まゆみって誰？まゆみって人を知らないんだけど、まゆみって誰？まゆみ？まゆみがわかんないんだけど、あのまゆみっていうのがわかんないわ。
闇将軍の女知らない知らない知らない、闇将軍、闇将軍のリスナーの名前なんか知らん知らん、かろうじて闇将軍っていうワードを知ってるぐらいだわ、ギリギリだわ闇将軍っていうワード自体が、知らん知らんカバーしてないわそこまで、どこいんだろう、いない、うん、あそこにいるっぽくね、違うか、タバコ吸おうぜ知らん知らん、タバコ吸うわ、でも別にタバコ別に吸えるんだよな、中でも車の中でも、あ、じゃあ車の中もわかる、どれか、シャックン悩みがあってニコ玉にも来ない、ふわっちんよくいるよ、シャックン、シャックン最近よく見るよ、うん、この前も来てくれてたもん、はい、ワンちゃんいらっしゃい、何の集まりっていうかリスナーさんと温泉行こうぜって言って、まあレクチ君とマネージャーの匠さんです、はい、あ、本当に、あ、じゃあ行きましょうか、大次郎さんお疲れ様です、ん、あ、もう慣れてくる頃だよねもう気にならなくなってくる頃だよ、うん、今日京羅温泉、京羅温泉ってなんだろう、ゴーラ、どれだ、車、あのトラック、トラック、あ、うん、よろしくまやちゃん、よろしく、フォローまだの人フォローお願いします、どこだろう、トラック、ちょっとこれ？これ？これじゃない。うん、知らない人と目合った。誰お前みたいな顔されたの。誰お前みたいな。おっさんに。よいしょ。エビナーでかいね。エビナーでかいわ。よいしょ。うなちゃんまん。うなちゃんまん？うん。でかいわ、うなの言い方さ、あーでけえな、安定してるな、うん、箱根の奥の方の温泉、あ、わかんない俺、箱根の奥の方なのかな、どうなんだろう、てか俺があんまり土地勘がないから箱根なのか熱海なのか何なのかわからん、よいしょ、どうしたの？なんか今声したいな、さあ、のんたんが俺の放送見てんでしょ、ああ、え、見てないよ、なんか音しなかった、なんか声がねえ、聞こえたよね今、うん、のんたんが来ましたね、旅館止まんない日帰り、でもめっちゃでかいんだね、うん、すげえびっくりした、初めて日本最大なの、いや関東最大だ。関東最大だ。ちょっと日本最大って書いてあって。うん、楽しむよ。すごい巨大なお祭りって感じ。ね。だってさ、牛タン700円とかさ、うん、シューマイ6個600円とか値段設定おかしいだろうと思った。ちょっと高いからびっくりしちゃった。お土産とかさ、シジミとか見たら2000いくらとか書いてある。マジで？乾燥したシジミがいっぱい入ってて。あ、思い出した。ここ2回目だ。てか俺ここで飯食ったわ。奈良から、うん、ちょっと、まあ、細かいことは言わないんだけど、うん、奈良に2ヶ月半いたことがあったのね、俺。奈良に。うん、で、帰ってくるときにここ寄って、ここでご飯食べたわ。え、来月から海老名インターで仕事します？職場なの？じゃあ今度。来月からここ。王子郎、ここに来たら会えるんだ。大次郎の職場だ、ここ。すごいな。あ、待ってくれてるんだよ。めっちゃ一つですね。ここだ。俺でも中学の時本気でなりたいさ、やっぱさ、中学生の頃とかいろんな夢があると思うの、みんな。
なんかこう野球選手になりたいとかミュージシャンになりたいとか。で俺がね中学3年生の頃あのダチとね本気で朝まで語り合って本気でなりたいって言ったのが、あのインターのチケットを切るおじさんになりたいっていう話をねもう朝まで語ったことがあるね。世の中にあれを超える楽な仕事はないんじゃないかっていう。確かに、うん、あれはめちゃめちゃいい仕事でしょ。チケットを受け取ってひたすら切るという。だからね、文明がどんどん発達していってね、 ETC というわけのわからないものができてね、あ、切符を切るおじさんがいなくなってしまったんですよ。おなら配信金梅うなちゃんマン面白くていた YouTube で。もう日本語不自由すぎて全然わかんないわ。全然もう金梅とうなちゃんマンとおなら配信しかわかんない。まあ、厳密に言うとおなら配信も何なのかよくわかんないけど。明日は浅井さんと会いますか。明日は浅井さん行こうか。わかんないけどね。のんたんと過ごすか浅井さんのところ行くかちょっと迷う感じよね。でもねちょっとね疲れが溜まってるからね休暇を取りたい感じがあるよね。まあ俺の場合休暇取りたいイコール配信を続けるって言ったから結局やるんじゃんってなるかもしれないけど、配信やってないとさ調子狂うんだよやっぱり。なんかもう毎日毎日配信漬けの日々だったから。パエリア超面白いよね。パエリア、あのね、浅井さんに手作りの料理作りたいなと思ってて、で、偶然パエリアが炊き上がった時に浅井さんが来たのよ。で、思い出して、パエリア食べてって言って浅井さんに出したら、なんか、ちょっと違うな、ちょっと違うなって言い始めて、で、そう、塩か砂糖とか胡椒とかなんかありますよって言ったの。ちょっと味付けごめんなさい、味見してなかったからって言ったら、なんて言ったと思う。考えられない調味料の名前が来て、それか、なんだと思う？シナモン？シナモンシュガーだよ。これ、初めての組み合わせだよね。パエリアにシナモンシュガーかけてる人は初めて見たもん。シナモン単体で混ぜよう。わかんない。もうシナモンかけまくってたからね。あの、甘いやつあるじゃん。シナモンシュガー。あの、パンとかにかけるうまいやつ。ドカドカかけてんのよ。すげえと思って。さすがに神がやることがわからない。わからないよね。本当に。これだ、これだって言うと。ただ、モンタンはわかる気がするって言うと。びっくりしたよ。モンタンにはわかるところがあるんだよ。めっちゃかけてた、めっちゃかけてた。意外と新しい感覚っていうか、ありじゃないやつ。ありかも、なんてかもしれない。でもなかなか思いつかないよね。パエリアかけるシナモンシュガーは。シナモンの家にあったりね。確かに。そうなの、そうなの。だからよくさ、なんかブログで、あのさ、浮気、男の家にみりんと日本酒があると、料理酒があると浮気してるよ、みたいな書いてあるじゃないですか。はいはいはい。いや、俺ずっとあるからっていう。俺みりんめっちゃ買うから、みたいな。ねえ、飲んだ。ね。ああ、もう。怖いから。みんなが入り浸ってた証拠だ。違う。だからもう、トークがしづらいんだって。トークがしづらくなるから。目が怖い、目が。飲んだのはちょっと、なんか知んないけど、激おこだったわよ。みりんとか全然ある。シナモンシュガーもあるしね。名古屋だって知ってる。名古屋？あ、君さん聞いてるね。え？な？標識が名古屋になったからでしょ。名古屋に2ヶ月いた。あ、2ヶ月いたの名古屋。奈良。ああ。知ってる。知ってるって何？いや、あの、のんたん違いは勘違いしてて、それ俺のボケで流通に行ったってことだよ。ちょっと待って、なんか気まずくなったから、お前フォローしろよ。ごめん、俺も。ネタだったの。違う。奈良に留守所いたっていうのネタをうまく、ちょっと高見さんフォローしてよ。なんか女のところに名古屋にいたみたいになってて、なんか。違う。マジで違う。何これもう。俺毎日こんな戦いを続けてるんですよ。毎晩っすよ。すごくないですか。焼き餅の焼き方が尋常じゃないでしょ。うん。
ヤンデレっていう。ヤンデレッテルを貼られたから。ヤンデレでしょ。分かったでしょ。ヤンデレでしょ、このジャンルは。広瀬描いてるワドさんはレアで結構面白かった。いや、広瀬描いてるっていうか、もう因縁ふっかけられてるとしか思えないでしょ。だって、なるほど、みたいな。身内でっていうのを、その、まあ、あるあるだから、なんかこう、なん言わないけど、みたいな。いや、刑務所さんとか、留置所さんとか突っ込んでくれるかなと思ったら、この3人誰も突っ込まねえしさ。しまいにはなんか、女のところにいたの知ってるし、みたいな、彼女に言われるしさ。なんなんってなるでしょ。まあ、誤解だったという。うん。誤解ですよ、それは。うん。ならばガチで。うん。拘置所だよ。金映え好きやない。クルーズで嫌味入ってきた。金映え嫌いなんだ、お前ちゃん。1280円です。ありがとうございました。すげえな。じゃあお先8000の小額にお願いします。5678000円。本当720円の会です。ありがとうございました。どうぞ。ん？警察だ。パトランプめっちゃ、なんだろう。あそこに、そこも行った。奈良に行くときにそこに連れてかれて、そこで昼弁当食った。そんな感じに行ったの？なんで、裏安で捕まったんだもん、俺。そうなんだ。うん。裏安で捕まりました。裏安から奈良に。そう、そのまま引っ張られた。新幹線じゃなくて、じゃない、車で故障したね。そう、よく来たなと思って1週間張り込んでた。いらっしゃい、楽しんでってください。豆できてると思って。そう。やっと硬くなってきたの。ギター似合いますね。ギター似合う。弾き語りの。でも俺レスポール欲しい。そう。絶対フェンダー系じゃないんだよ俺。レスポールに。
ぽい顔してるもんね。いやでもめっちゃできてたんですよ。でもなんかすんないけどね。なんかすんないけど。多分うまくない。温泉。女の子何人かいればオフ会で参加したいですね。あの女人禁制なんです和道クラブ。和道クラブあの女人禁制なんですよ。あの殺される覚悟はありますかマヤさん。じゃあ幹事にちょっと聞いてみようか。和道クラブの代表幹事にちょっとインタビューしようか。ダメ女性リスナーさん。女性リスナーさんがオッケーなのか。無理。なんで無理なんですか。無理だから無理。無理がそうです。はい。今ちょっとあの和道クラブあの会長変わってるんで権限が僕にはないんですよ。また撃たれちゃうからね。住所を特定されて家が燃える覚悟があるかと思う。それくらいの覚悟を背負わないとあの和道オフ会には来れないですよ。31とか若い。俺若いかな。若い。31って別に若くないと思うけど。ていうかなんか昔と今の年齢の感覚ってだいぶずれてますよね。多分31って俺らの子供の頃のじいさんたちより25くらいの感覚ですね。でレクシー今いくつだっけ。26でしょ。俺だからこの年はやっぱ20歳の子ぐらいにしか感じない。分かるでしょその感覚。すっげえと思った公園の名前は何だっけな。え公園40代メインの本当に 40、50代がメイン。あの時期がやっぱりいいっすよね。あれくらいでいい。いやでもフワッチちょうどいいけどな。マンソルデルですね。マンソルデル取れてる。そう。S2 はね極端なの。もう極端だよね。S2 の米はすごい高ですね。わかる。要はわかるわかる言いたいこと。ああそうだ。確かに S2 も悪くないんだよな。FC2 で天下取ろうっていうのは難しいよね、やっぱり、ね。闇将軍とかは和道ちゃんに言い込まれてるし、笑えてる、笑えたよ。アホだからな、闇将軍かな。知らないからニコ生時代の
嵐。いやだからもうそれが主流、いや逆なんだよ、だから嵐のキャラの人なんじゃなくて今トレンドの配信を分かる人なんだよ。逆に言うと石川紀之君もそうじゃん、やっぱり。うん、賢いんだよ。もう盛り上がるコンテンツをやるとか楽しまれるコンテンツをやるから場所を変えたりとかで柔軟に対応できるんでしょ。あるあるある。37を渡したけど、ババアか。37で若いねってはならない。これだもん。俺別に、年齢は、まあ、ババアはババアだよ、正直言ったら。ババアはババアでしょ。だけど、その、なんだろう、ババアでも、綺麗なババアと汚いババアがいるんだよ。いや、本当に本当に。だから、その年齢で人を判断するっていうのは、違うよね。世の中にいいババアと悪いババアがいるから。うん、牛島くんまた言ってるよね。モンモンさんいらっしゃい。いや、そうでしょ、うん、いろんなババアがいるから。ババア連呼すぎる。いや、ババアです。だ年齢を気にしたら負けだよね。いい生き方をしてるかどうかだから。顔に出るから。それで俺37ってババアかなって言われてさ、ババアじゃないよって言ったらさ、絶対嘘つきだよ。絶対嘘つきだよね。そう、俺そういうキャラじゃないわ。いくつからおじさんとかババアなんだろう。34からおじさんじゃないのかな。あ、いや俺でも俺だ31だとまださすがに無理があるか。まだ無理だ、高いんじゃないだよね、だよね。そう、早くおじさんになりたいんだよな俺。まだ若者だもんね、エレクツなんか。そうですね、美味しい美味しい美味しい、いけますね、いけるいける。悲壮感が出てこないとダメなんだよ配信で。でも若いなりにできる配信ってあると思うけどね。わ、分かった。キチガイ配信とか。いやどうだろうな。そっち系ですよね。いや、キチガイキチガイって言うけど、詰まるところ俺キャラ立ちだと思ってんだよね。要は極端な思想と極端なことを言えるセンスがあるかどうかみたいな。なかなかいないっすよね、若くてそんなにセンスが。なかなかいないよね。だからノエルはすごいなと思うよね。パチいる。パチいるいる。いや、ていうかもうずっと長いでしょ。パチ俺より前からいる。320円頂戴します。あれですよね、ミズニャンと同い年だったんですよ。あ、調べたら。はい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 。他誰いる？ミズニャン。誰だっけ？でもそれ調べたんじゃなくてさ、便所太郎のリツイートでしょ？そうそうそう。和田さんのリツイートだし、調べたんだよ。ソースまで分かっちゃうっていうね。しかもソース俺が。それは分かるわな。そうだそうだ。こうやってあれだよ、リスナーを洗脳して情報を牛耳っていって、もう支配されている。そう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 。そこは誰いた？水にあって。ちょいちょい間違ってたよな、あのリスト。ちょいちょいなんかズレがあった。和田さんと同世代って誰ですかね。関慎吾がため、野田ゾーリ。石川のりゆき、あとタメは誰がいる？多分要はゴミの黄金世代って言われてるからね。あと一行屋が香川さんとか鮫島とか、だから結構固まってる。なんつうの？第2のメイン層みたいな。年齢的に言ったらね。で、そのなんだっけ、緑さんとかネルさんとか、そうそうそう、あれが第一世代っていうか黄金世代だもんね。誰いる？あの年齢。金梅さんもあの世代か。年齢的に言ったら。初見さんいらっしゃい。楽しんでてください。面白かったらフォローしてね。
初見なんですが、牛島社長に似せてるんですが、全然意識してない。もう、今日で3回目ぐらいだけど、てかもう今年入ってからっつうかね、この2ヶ月くらい多分100回くらい言われてるけど、全く意識しないわ。香川私のタイプ。日本語おかしくね？香川は私のタイプ。私のタイプ香川だったら俺しっくりくるんだけど、香川私のタイプ違くない？日本語絶対違うんだよね。なんか香川私のタイプ、そう、いや違う、両方ともニュアンスおかしいんだよ。香川私のタイプ、私のタイプは香川で、日本語おかしいよ、まやちゃん。香川私のタイプ、お茶漬けが私おいしい、中国人みたいになってるじゃん。文法おかしいって。プリウス燃費いい、普通だったわ、ごめんね。ごめん。最近日本立て続けに吉島くんの映画やってますが、そっくりですよ。メガネの形とかヒゲとか全く本当に意識してない。では、あのもう3年配信やってるけどずっとこのスタイルだから、山田孝之よりも吉島っぽいっす。ああ、どうなんだろうね。ヒゲつなげたら山田って何、吉島くんなのかって話になってると思うね。そんなに闇金の匂いするよ俺。金全然持ってないんだけどな。なんだろうね、よく言われるんですよ。もしよかったらみんなフォローしてて。そのスタイルいいですね。どのスタイル？あのさ、もうさ、あのもういい加減覚えてほしいんだけど、俺めっちゃ分量多いから、1分間に多分3つぐらいのワード使うんだよ、話題を。そのスタイルがどのスタイルなんだろう、なんだろう、ごめんね。どれだろう。ハートプレゼントありがとう。ハートプレゼントありがとう。はい。悪いメガネとか。あ、牛島くんの話か。はじめまして、その顔漫画で見ました。もういいって。もういいから。わかるよ、ドラゴンボールのトランクスだろ。あれ、スラムダンクのルカワカエデ一番かな。あー、ハンターハンターのキルア。なんか言えよ。はい、ありがとうございます。稲中卓球部の人が書いたサルチネスの、あー超嬉しい。サルチネスの、主人公のなんだっけ、あの愛ちゃんのお兄ちゃんでしょ、なんだっけ主人公。いや、稲中顔は超嬉しい。え、古谷実でしょ。サルチネス超面白いよね。なんだっけ主人公、愛ちゃんのお兄ちゃん、名前があんま出てこないんだよね。古谷実顔はちょっと嬉しいよ。あのギリギリアウトな人たちを描くのうまいよね、古谷実は。いや、ギリギリセーフの方がいいんだよ。ギリギリアウトな人を描いちゃうんだよ、古谷実って。あ、そうなんだ。そうだね、アウトだね。アウトだよね、あれ。だけどそのそう、アウトなんだよ。アウトアウト。トツシに行きたいですが、東京湾に沈められそうなのでやめときます。ああ、そうなんだ。うん、面白いね。俺の東京なめんなよ、渋かったな、和道ちゃんが言ってた。そうだね、東京俺のだからね、基本的にはね。大体都知事選が始まって終わる頃には挨拶に来るからね、大体ね。東京で頭張らせていただきますみたいな感じで、いいよって、やっちゃえよって。
人ぐらいいるんだよ。いや本当だよ。冗談じゃなくて、そのうちの半分ぐらいは多分沈められてるよね。多分それ捜索願いの出てる数だからね。いや、海はそう探さないらしい。海探さないよ。だから無理だもん探す。だからマグロ漁船とか本当大変なんだよね。中のトラブルでさ、ドボンって終わりじゃん。あ、事故って死んだって届け出すだけじゃん。海は本当にヤバいらしいよね。怖いよね。半年間ぐらい乗るわけじゃん。嫌われたらアウトだよ。でも一回その闇カジノのディーラーをやってた人が知り合いになって、その人がその人の話すげえ面白かったの。ルーレットとか、その要はディーラーっていうのはどういう存在かっていうと、まあヤクザがその闇カジノをやるわけだ。で、そのテーブルにそれぞれディーラーって言ってさ、ゲーム仕切る人もつくじゃん。要はその日の利益の何パーかがその人に入るから歩合なのよ。だからゲームをコントロールしていかないといけないわけじゃん、稼ぐには。で、やっぱその裏闇社会の人は金もう1000万とかさ、億とかかけるんだって。で、要はどこまで引っ張れるかの見極めをするわけじゃん。そのどこまで任せていいか、今日は勝たせようとかさ、そういう接待的な要素もあるわけよ。で、ある日そのもうコントロールできるんだって。ルーレットの弾とか、そのどこのブロックに入れようみたいな、ピンポイントで何番に入れるとか、赤とか黒とか選べないんだってよ。だけどこの3つとかこの4つとかのところにはずらせるんだって。要は貼るじゃん、16番20番とか。要は16と20を避けてやるっていうことができるんだ。それなんでかっていうと、キャンプって回すじゃん。でもう貼っちゃいけませんよっていうことでカラッカランって鐘を鳴らすんだよ。その鐘を鳴らすときに、弾が来たときに音波で弾を止めたりとか、要はこう来てるときに後ろでこうカーンって鳴らすと2個3個ずれるんだって。そう、もうそういう世界なんだって。要はそのトランプでもなんでもそういう小技がいっぱいあるんだって。で、ある日その700万ぐらい買って、700万ぐらい本人が利益あるって言ったから億ぐらい任しちゃったのかな。で、もうディーラー出た瞬間に拉致られて、で、樹海連れてかれて、ぐるぐる巻きされて、で、もうスコップボンってやられて、穴掘らされて、ここに拳銃だって頭の後ろに。で、死ぬ死ぬっていう時に2人に見られてるんだって。もう本当に古谷実の世界じゃん。アウトレイジの世界じゃん。だからもう自分で墓穴を掘るだよね、まさに。で、そのスコップ持ってバーンって思いっきり振りかぶって、後ろのその銃持ってるやつにバーンって当てて、で走って逃げるみたいな。その時にもうやめ、この世界から足洗おうと思ったらしい。すげえ経験だなみたいな。だから稼い、だからその人が言ってたのは、その悪いことすれば稼ぐ道なんか日本なんか富裕層ばっかりだからいくらでもあるけど、命とか、その、なんつうの、積み上げていくその実績みたいなのがいかに大事か分かったみたいな、信用とか。いや、闇将軍、メンヘラ拷問って、教育で、柏木くんから何回も来るんやけど、教育で、わら。そうだね。そうだよね。全然意味わかんないわ。サウチネス3巻の表紙って、竹彦。そうだ、竹彦だ、竹彦ね。竹彦が主人公。竹彦、妹を幸せのために頑張っとると違ったんかい。俺、サルチネスマジで泣くんだよね。あのさ、タクシーの中で最後さ、愛ちゃんと語り合うシーンめっちゃいいよね、あれ。愛ちゃんのその幸せのために生きてきた竹彦がさ、愛ちゃんから説教されるシーンめっちゃ好きなんだよ、あれ。読んだことないの？サルチネス。いやいや、しがてら一番クソだから。あの、まず、古谷実見るのは、稲中、ギャグみたいなら稲中、もしくは僕と一緒で、ダーク系みたいなら秘密、感動系ならサルチネス、全部面白いんだけど、あ、グリーンヒルもありだな。だけどシガテラはダメ、一番で、サルチネスはマジ泣ける、超面白いし。ハートプレゼントありがとう。俺、トップ3ぐらいに面白いと思ってる。マジでいいよね。なんか今新しいの出してるしね。ワニトカゲギスも微妙なんだよな。
心霊スポット苦手？全然平気。全然平気。全然平気。何県に行くの？何県ですか？神奈川県ですね。神奈川県です。心霊スポット好きなんだ。なんで俺ちょっと心霊配信になんか誘導されてんのかちょっと分かんないけど。ロハコさん連れてかないで。ロハコさんの心霊配信は面白いよ。疲れる。疲れるよね。ほんと疲れるよ。もう高見さんは知ってるわけだよ。もうずっと、会った瞬間からもうテンションが高いのよ、まず。今日はですね、すごいスポットに連れて行きますよ。ワイドさん、多分ですね。多分東京関東でナンバーワンですねとか言って毎回行くところ同じだ。すごいよね。18時間ぐらいずっとそのテンションだもんね。ずっと喋ってるっす。車の音が大好きです。そう、ドライブが好きなんですよ。車の音がテンション上がるのか。楽しくてしょうがない。楽しくてしょうがない。面白いおっちゃん。面白いロハコさんは。いるんだよ多分。面白い人はいっぱいいるんだけど、でもその面白さを見つけられなかったりとか、なんていうか埋もれちゃったりとかするんだよね、やっぱ。うん、やっぱ掘り返していかないとダメだよね。ぴょこたん先生の動画見て面白かったもん、めっちゃ。まあ生活保護受けてる男の人なんだけど、超面白かった。ぴょこたんが受けてるわけじゃなくて、ぴょこたんがなんか、その、生活保護を受けてるおっちゃんの家にリアドするんだけど、恵比寿周辺に住んでて、家賃がなんか2万9千円だかなんだかで、3畳しかないんだけど、もう超物があるの。で、本が山積みになってて、もうほんと座るスペースしかないみたいな部屋なので。だけど、もうなんか仕事もしてなくて、なぜかスターバックスに行きまくってたりとか、なんか収支がおかしいだろうっていうところをぴょこたんがどんどんついていったりとか、で、なんか作家を目指してるとか、俺は海外に出て、海外から仕事取ってくるとか、もうやばいの、結構そのおっさんが。で、あ、作家になりたいんだねとかみんな言ってたんだけど、ちょっと、その山積みになってる本をアップにしたらラノベだったりとか、ラノベで山なのよ。超面白いの、そのなんか、もう吹かすのよ、そのおっさんがとにかく。吹かすっていうか、なんか、こう、なんつうの、なんだろうな、おっさんってなんでさ、痛いとこ疲れると吹かすっていうかさ、なんつうの、はぐらかそうとするっていうかさ、守りに入る。そうそう。相談もするとかありますし。これが面白いんだよね。どうもー。そういうの面白いよね。あ、おっさんって基本面白いよね。あの、50代とかの、おっさん。おっさんは面白い。あ、哀愁が漂ってくるっていうか。会長も面白いですね。会長は、いや、会長はおっさんではないですよ。あれ、おじいさんでしょ。おじいさんか、あれ。だって、もう80いくつでしょ。そんなに会長、あん中で最年少でしょ。浅井さんが60だよ。浅井さん 60?60 だよ。マジっすか？マジ。だから、おかしいんだって、あの辺。働きすぎなんだって。めっちゃ元気。元気。あとカラオケのボリュームがでかい。浅井さん60だったの。浅井さんまあ59とかじゃないかな。今年60とかそんなんだと思ったよ。すごいよね。会長が80とかだよ。すごいよ、あのメンバー。なんか寺島さんが一番多分最年少だったんじゃないの。あ、そうなんだ。多分。寺島さん老けてんな。え、寺島さんいくつなんだろう。年齢わかんないよ、俺。年齢わかんないっす、俺も聞いてないっす。わかんないよね、最近。あの、なんか昔の、俺らが子供の頃の60って、おじいちゃんなんだよ、本当にヨボヨボな。そうっすよね。おばあちゃんも。だけど、今の60代って、ほんと45とかのイメージ。そう。だからなんか寿命伸びてるんじゃないかっていうか、なんか、なんつうの、若くなってきてるよね。
歩いて開かないすぐ閉まるよね。金曜日ね。まあ、最悪マック。ここに来てマック。全然いいっすよ。すげえな。それ逆にありだ。やっぱクラコロだわ。とかそういう怖さじゃないんだよ、はい、やってて辛いとかいう怖さじゃなくて、そのなんだろうな、そのな慣れたコンフォートゾーンっていうんだけど、そのなんつうの、自分を維持しようとする力が 無意識に働くのよ、やっぱり。なんていうんだろう、じゃあ例えばレクチに基盤とかじゃないの、そういう怖さじゃなくて、だからレクチ、お前明日からアメリカだからはみたいな、明日から極端だけど、なんか来年から、なんか1ヶ月後、アメリカ縮小な、みたいな多分感覚に近いと思う。なんか、えってなるじゃん。だから、なんか、その、怖さとワクワク半分みたいな。そう。確かに。そう。怖いっすね。出向とかに、転勤とかに近い感覚だと思うね。そう。いやー、怖いっすよ。ねえ、でもなんだかんだいい感じだから、まあ2年ぐらい、まあちょいちょい日本列島編でもね、俺思ってるけど1年もかかんないよ日本、うん、多分ね、リスナーさんが車でポンポン運んでくれる予想で、 あれ1ヶ月で終わっちゃったみたいな感じになると思う。俺海外編海外は絶対行かないとね。いや、のんちゃん可愛いのがさ、なんかやたら金貯めてんの今、貯金してんの。で、なんだろうと思って、なんで金貯めてんのかなって言ったらね、来年ワドさん会いにアメリカ行くのっつって、で、お前アメリカ大陸一緒に横断すんのっつったら、うん、カリフォルニアで帰るって言われて、なんだそれと思って。いやー、そういうのいいっすね。いいとこ取りで、お前一番いいとこだけ行って終わりじゃねえかよ。俺なんかネブラスカ州とかさ、私聞いたこともない州とか行かないといけないんだぞ。だからアメリカは全州制覇で面白いんだろ。あ、でも全州制覇とか何もないよね、多分畑とかで。美味しいとこについていけばいい。美味しいとこに行ったら一緒に行きたいんだよ。だからピンポイントでもうなんか行きたいところとかあるんだ、ニューヨークとかさ、そのところでリアトすればいいんじゃないの、旅行を兼ねて。そうでありだと思う。アメリカにもリスナーいると思うんだよな、俺。何人か。なんとかなりそうな気がする。アメリカはそんな問題じゃないと思ってる。問題なのね、東南アジアとか電波あんのかみたいな。通信料とかもえぐいですからね。ああ、確かに。海外って Wi-Fi 安くないのかな。どうなんだろうね。借りれるな。空港でレンタルあるよね。っていうかね、あとビザをどうするのかとか、何ビザが通るのかとかも分かんないから、資格ちょっと練らないとダメかもね。何日間滞在できるとかで、観光ビザしか降りないよね、多分。仕事終わって帰ってきたらなんかニコ生かフワチ配信、あ、見ちゃうけど中毒かな。うん。俺もね、あの布団の中に入るとね、なんかなんでか分かんないけどね。あの、チンチンいじってるよ。中毒なのかな、うん、小学4年生からずっといじっちゃうから。ぽくなってきたね。ぽくなってきた。間違えたんで、今出すんで。うん。ここは湯河原？湯本。すごい。せっかくだから温泉街をお楽しみください、皆さん。また来るよ。いいね。でもこれが
ードさんとの最後のって考えるとちょっと待って。なんか俺が死ぬみたいなさ。ちょっと待って、俺日本に帰ってくるからね、言っとくけど。もう会わないみたいな感じにされるのちょっと嫌なんだけど、俺。なんで泣きそうになるの？出発とゴールは行くでしょ。出発とゴールは来ればいいじゃん。どこスタートにしようかなと思って、スタート位置がゴール位置みたいな感じにするか、だからなんかリスナーさんが言ってたんだけど、沖縄のじいちゃんの墓の前でエンディングってかっこいいし、なんか泣ける感じになるんじゃないのって言われたの。これのイメージだと東京行って東京帰ってきてゴールってイメージだったんだけど、沖縄の方が感動はある、うん、じゃあ沖縄でエンディング2回やろうか、じゃあディレクターズカット版みたいな感じで、動画編集するときどっちか選ぶみたいな、たくみさんと。やっぱ沖縄編だな、東京編なかったことにしようって。あ、そうそうそうって。いや、にも沖縄の方が絶対いいんでしょ。沖縄、そうだね。うん。だからジグザグ行こうかなと思ってんだよね、今。北海道まで、こう、太平洋側から、ガーって行って、日本海側回って、そこからジグザグ南に降りていくみたいな。多分ね、俺四国滞在期間長くなると思う。四国北海道は長いね。四国北海道は長いね。沖縄は多分サクッと終わると思うんだよな。そんなでかくないし。四国好きだからめっちゃ楽しかったもん。超いいよ。高松住みたいもん。気候があったかいし、飯うまいし、のどかだし。そう、でも闇将軍住んでるからやめとこう。そう、四国の良さに勝るなんかうざさを持ってるからね。リスナーさんがさ、こう車で運転してくれたんですよ、四国案内して、うん、その時に闇将軍と黒黒は四国の恥ですよって言ったよね。あの二人は本当恥さらしですよ、四国のとか言って。確かに。あ、徳島なんだ。うん。2年前、阿波踊り行ったかな、うん、感動したね。日本離れした雰囲気っていうか、そういうのあるんですか？日本離れっていうか、もう田舎って感じだよな。田舎、ザ、田舎って感じ。田舎の方が多分気象に合ってるんだろうな。うん。なんか都会っぽくないもん。もうすぐ海外行ったらもう、うん、海外ずっと住んじゃいそうで怖いんですけど。いや、本気で考えてる。飲んだのもよく話すよね。日本人やめよっかっつって。絶対海外とかの方が合いますもん。そうそうそう。もうなんか別にさ、ネットが繋がってたらね、なんとかなるしょ俺らみたいな、うん、だったら日本にいる意味ないよねって言ってね。うん、あ、面白いよな絶対。でも国籍取んの難しいんだよ、金積まないといけないから。モンタの国を作ろう、国を。なんかできないの？何を？昔さ、うん、なんか独立するって言ったら、その、できたみたいだけど、確かだけど、うん、オイルをさ、海で掘ってる、でっかい建物って知らない？オイルを、うん、建物、わかるわかる。っていうか、石油って普通そういうところじゃん。そうそうそう。わかるわかる。あの鉄のやつでしょ、こうなって。そうそうそう。要はあのアルマゲドンの冒頭のシーンでしょ。そうそうそう、うん、そこを買い取ったのか知らないけど、そこで家族で独立宣言して、うん、なんかできたとか言ってた。昔そんなニュースあった気がするんだよ。俺でも本気で革命起こそうとしてる、本気だったの、うん、若い頃で本気でシミュレーションしたんだけど、すごい面白いのよ。もう絶対国作ろうぜって言って、まず日本で島を買うと。
か、もしくはあの地下に穴掘って地底国を作るっていうシミュレーションをしたんだけど、面白かったのが、独立宣言した瞬間に日本人としてのライセンスまず失うんですよ。ね、で、失うとどうなるかっていうと、日本円を使わないことになるし、そのパスポート発行されないと、どうやって生きていくんだみたいな話になって、すっごい面白かった。で、結論、その本気でその独立とか国を持とうと考えたら、朝原将校と同じやり方になるねっていう結論になる。俺ら。確かにそうね。そう、オウム真理教の、そう、本気で革命とか独立とかやろうと思ったら、オウム真理教と全く同じやり方になる。いいじゃないですか。セカンドレボリューション。セカンドレボリューション。東京拘置所で減らってるからな。本当、あれ確実にそうだと思うよ。あの演技だっていう説もあるけど、とてもあのなんか結構文献見ると、あ、演技じゃないなっていう。いまだにあるもんね、朝原やってない説っていうか、そのなんつうの、ふっかけられたみたいなダミー説みたいなね。さすがにそれは無理があるだろうっていう。なんだけ証拠あったから。でも北朝鮮のあの話は怖いっすよね。その実際サリンまでいて成功してたら、北朝鮮が軍隊送ってて本当にやられてたんじゃないかっていう、工作員と手組んでるから、それはあるなっていう。日本の闇だよな、本当。多分中二病みたいに、その武力とかこうした幼い部分ところあるじゃないですか、朝原将校って。要はカッとなったら殺せとか、そのなんか武力で断しようみたいな、ちょっとなんつうの、極端っていうか、それがもしなかったら、あのオウム真理教めちゃめちゃでかくなってたし、あの本当にいいとこまで行ったと思いますよ、僕、あの宗教団体は。バッテリーない。初コメ、あ、飯丸さんありがとう。小田井さんはどつ、お帰り。いいな、なんか雰囲気が。いいね。証拠、証拠、そう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 。あの、たまに来る本誌、あの本誌かな。あ、違うと思うな。違うかな。サムネが一緒なんだ。顔が洗練されて、されました。顔が洗練されるってどういうことなんだろう。プロ配信者として、プロ配信者としてオーラが、風格が顔からにじみ出てる。あ、そう。前よりええ顔になってる。ありがとう。太ったけどね、11キロぐらい太って、すごい今記録更新中だからね。お腹やばいよね、ほんとにね、俺。うん。ほんとにやばい。わかんないですね。生まれそう。生まれそうだ。ほんとに生まれそうだよ。ほんとに。自覚が現れてる。どこなんだろうね。そういうのは自分じゃわかんないからね。余裕が顔に出てる。でも俺、ここ数ヶ月、あの、月末になるとタバコがないとか金がない絶対配信で言ってたのに、全く言わなくなったよね、俺。今日は会った時に、ちょっと余裕出てて始めてる。あ、レッドブル飲んでるあたりとかね。あ、でもあるかもしれない。本当に、それはないかもしれない。エナジー飲んじゃった。エナジー飲んじゃった。しかもね、なんか、金がなくなってもなんか余裕がある。だって俺、昨日400円とかしかポケットなかったもんね。なんか、その、なんか変わった？なんだろうね。金には実際に困らなくなったかもしれない。でも納豆ご飯だよ。そうそう。健康的。昨日は賞味期限2日切れたノンタンが買ってくれた納豆オムレツ。納豆。
納豆とシーフードをポークにして、あのオムレツにして食べたけど。何でも作るよ。てかあれだよね、なんか本当みんなで旅館行きたいよね、本当はね、泊まりで。微妙？いや、そうでもないけど。でもこっちだったらすごい高いところになっちゃう。あっちまあ2万円コースだね。2万円コースだね。1泊？1万ぐらい。そんなかかる？まあ、あの、安宿で、ね、安宿あるよ。そうなっちゃう。民宿とかになっちゃう。民宿でいいじゃん。嫌なの？育ちがいいの？みんな。いや、男はいいけど、女性はきついんじゃないかな。あ、バッテリーチェンジします。一旦お疲れ様です。切ります。バッテリーチェンジします。ありがとうございます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。